こんにちは、陽介です。今回の作るプラモデルはこちら、機動戦士ガンダム水星の魔女 HD144/1 ガンダムルブリス、こちらを素組みしていきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。それでは開封とランナーの確認をしていきます。こちらのキット発売されてだいぶ日が経ちます。発売されたのが2022年の8月6日が発売日です。私の場合ですね、ちょっと諸事情ありまして、動画の公開がですね、発売日より日にちが経ってからの公開になってしまいました。でもね、もう再販もされているので、もう多くの方がねすでに作られてると思うんですが、ぜひともですね、こちら最後までご視聴いただけたら嬉しいです。それでは作っていきましょう。まず最初は頭部のパーツを組んでいきます。頭ですね。余談ですけども、私陽介、ニッパーをアルティメットニッパーメインから両刃ニッパーをメインに変えました。この動画で要所要所で使ってる部分もあるんですが、今はですね、もうアルティメットニッパーをメインには、据え置いてないですね。本当に要所要所で使っているという感じです。なぜそうしたかと言いますと、折れやすい刃先を気にしながら使うのがちょっとねしんどいなと思ったからなんですよね。どのみちヤスリをかけたり塗装したりするので、通常のニッパーをね、メインで据え置いていいかなと思いまして、そのようにしました。一応ですね、誤解なきように言っておきますけども、アルティメットニッパーもねいいニッパーだと思っております。さあ、頭部のパーツを組んでいきましょう。144/1のガンプラの頭部のパーツ、新しいキットだとかなり小さいパーツで構成されているので、なかなか組みにくいところもあったりするんですが、組み上がってみるとですね、良い感じのディティールに仕上がるので、すごく良いですよね。昔の HG のキットに比べて、だいぶそのパーツ構成が増えたなと感じております。ということで、頭部パーツ組み終わりました。はい、次は胴体です。内部フレームの可動も昔の HG とは比べ物にならないくらい進化しましたね。ここに外装パーツなどを組み込んでいきます。ガンダムルブリスの特徴の一つ、鮮やかなピンクカラーで構成されたボディはいい感じのデザインになっています。水星の魔女のガンダム系で特徴なのはこのシェルユニットです。このキットや他のキットでもシェルユニットはインモールド成形で成形されたパーツで鮮やかに表現されています。また2種類の成形品入りで、発光状態と発光していない状態を選択式で再現できるようになっています。私は発光状態のインモールド成形のシェルユニットを選択しました。これがかっこいいですよね。そしてシールも付属しているので、こちらも活用できるようになっています。何気にこのシール、すごいですよね。次は腕を作っていきます。また余談なんですが、この動画、素組み編の動画では、組み立てる上で、ヤスリ掛けが必要な部分以外は、基本的にヤスリ掛けをしていません。切りっぱなしです。ヤスリ掛けや表面処理などは、動画外でやっていますので、ご安心を。肩パーツは、大胆に開くようになってますね。さあ、腕パーツ完成しました。
次は足を作っていきます。最近のガンプラではポリキャップを使わなくなりましたね。ポリキャップを挟み込んだりということがなくなったので、非常に組みやすくなりました。まあもちろんね、ポリキャップの良い点もあるとは思うんですけども、こういった技術の進化に私はワクワクしますね。こちらも内部フレームパーツに外装パーツを挟み込む組み立て方になっています。これももう HG では定番の組み方ですね。さあ、足のパーツ完成しました。次は腰パーツを組んでいきます。はい、腰パーツ組み終わりました。特筆してそんな難しいことはないですね。それではここでですね、本体を組み込んでいきたいと思います。さあ、本体完成しました。かっこいいですね。最後にバックパックやウェポン系を組んでいきます。これで完成です。早速全体を見ていきましょう。さあ、いかがでしたでしょうか。まあ冒頭にも言いましたけども、もう自分も組んだし、塗装済みでオリジナルの塗装もしたよとかいう人も多いんじゃないでしょうかね。まあ普通にね、組んだ方もいらっしゃると思うんですが、ちょっとね、最初にも言いましたけども、私ちょっとね、手が遅いとか、あとはね、どうしてもキットがすぐ手に入らないという状況でもあるので、まあ、今後ですね、まあ、水星の魔女のキット、一応手には入れています。いろいろその辺を、まあ、また動画でね上げていこうかなと思ってますんで、ぜひ動画がアップされた際にはですね、お付き合いいただけたら幸いでございます。でこちらね、すぐみ編ということで、後々塗装編とか完成編みたいなことで動画をやっていこうと思っていますんで、そちらの方もねアップされたらよろしくお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。陽介でした。陽介とプラモデルのチャンネルでは、プラモデルの動画やプラモデルに付随した動画、ホビー関係の動画などを投稿しております。プラモデルのね、組み立ての生配信なんかもやってますので、詳しくは動画の概要欄をご覧ください。そしてですね、ぜひチャンネル登録やツイッターのフォローもよろしくお願いします。この動画が良かったら高評価、いいねボタン押していただけたら励みになります。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。